皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、集客は同業者の奪い合いではなく単に選ばれるだけだと理解できると自分の世界が広がるということについてお話をしたいと思います。集客っていうと当然ライバルとか同業他社のリサーチっていうのは行うわけなんですけれども、差別化的な部分ですね。要は、自分が選ばれる理由、自分の教室である、そのある特定のお客様にとって自分の教室が選ばれる理由であるっていうものが、分かりやすく見せていく、それがホームページとかで見せていくことになるんですけれども、それが、要は、集客っていう一つのこう基本的なプロセスになるわけなんですけど、この時によく勘違いされているのがですね、要は他のところに行ってる人を取るみたいな、要は奪うっていう感覚ですね。これを持って集客をしようとすると、どこかの教室とかどこかの同業他社の違う会社と比べて自分のとこってこんなに素敵です、勝ってますとかっていうのを必死でアピールすることになってしまうんですよね。そうすると結局その相手になる会社ないしは同業者の動向がものすごく気になって、本来自分が呼びたいべきお客様っていうものが見えなくなってしまうケースがあったりするんですね。実際にそういうお話とか聞く場合もありますので、今日のテーマとしては、要は奪い合いではない、要は集客はここから取るっていうことが集客ではないっていうことを、理解していただくことが、一番の目的になるテーマとしてお話をしていきたいというふうに思ってます。まずですね、今冒頭でお話しした、本題の方に入ると、その集客っていうのは奪い合いではないっていうことを理解するっていうのがまず第一に大事になってくるんですけれども、要は相手より自分の方が商品が勝っていれば、この人がこっちに流れてくる、でそして集客ができるようになるっていうふうに思う必要がないっていうことなんですね。自分が提供したいお客様と、こちらの例えば教室でいうと A 教室とか、B 教室があって、自分がここにいたとして、その A と B が提供していなくてでもきっと欲しがってる人がいるよねっていうサービスを作れば、自然ともちろん人は来るっていうのは当たり前のことなんですよね。要はここにその競合他社がいるから自分のとこには来ないって思うっていうことは、同列で見ているっていうことになりますよね。確かに、似たような領域とかだと同列になっちゃう可能性も当然ありますよね。例えば、私がパン教室をやっていた時には、天然工房パン教室横浜っていうのが、検索される時の最重要キーワードになってるわけなんですけれども、そのキーワードで来る人っていうのは同様に、天然工房パン教室横浜っていうので見て、違う教室が同時に出てくる中で、選ばれる形でうちに来ることになるんですが、そのキーワードで来る人は全員同じ成果ないしは未来の姿を求めている人ばかりがその来るのか、そこから、他のところに行くのをこっちに来させるように奪わなくてはいけないのかという話は全然そうではなくて、来たい人はおそらく違うはずなんですよ。私は私の教室の個性があったし、他の方の教室というのは他の方の教室の個性があって、でその相手のお客様が何を求めていて何を学びたいかによって選ぶだけなんですよね、その教室を。どこがいいか、当然だからこれは相性っていう言葉とかも、コンサル業もそうなんですけれども、相性っていう言葉と表現されるように、 A 教室はこれとこれとこれがあって、この先生こんな雰囲気だから良さそうとか、 B 教室にはこれはないけどこれがあって、こういう感じがいいよねって思って選ぶとか、ないしあとは私の教室を選ぶ場合にも私の教室を選ぶ理由っていうのがあるので、
ここをですね、一緒くたに、まあ、先生の場合には、あそこの教室よりうちの方に来てもらいたいためにどうするのかっていうのを、まあ、考えるケースもあるんですけれども、本来は選ぶのをお客様っていう立場で考えると、もしかしてですよ、 A も B も自分のとこも3個来るかもしれないじゃないですか。お財布とお金の振り分けは考えるのはあくまでもお客様であって、ここに行かないようにすればこっちが来るのか、だからここをライバル視して考える必要はないっていうことですね。分かりやすい特徴があった方がもちろん目を引きやすいし、人は来やすいと思います。だけれども、そのライバルのところから集客を奪うっていうことじゃなくて、お客様のお財布の中身はお客様が決めることなので、予算の配分もお客様が決めることになります。例えばものすごくパン好きな人とかだったら、もしかしたら月に4回どっか違うパン教室4つ渡り歩く人だっているかもしれません。で、食べ物を作る教室系に行くっていうことが好きな方は、パンにも行くし、料理にも行くし、お菓子にも行くっていうのがルーティーンで1日3回動いてる人ももしやいるかもしれません。だからパンだけなんだけど、もしかしたら同じパンの領域があったとして、近くだったとしても、そちらの教室にも自分の教室にも来てくれている可能性があるんですよね。だから何に価値を求めて何にお金を払うかっていうお財布の中身の振り分けはお客様だけしかわからない まあ傾向はわかりますけれどもね。自分の教室に来てる人はどういうお金の使い方をする傾向があるタイプなのかぐらいのタイプ分けはわかるんですけれども、だから逆に私がもともと設定した方っていうのは、月に習い事3回か4回行けるタイプの人をもともといわゆるペルソナと言われる理想とするお客様として私は設定しているので、3、4回っていうとかなり、まあ、裕福な方になりますよね。1回例えば1万円だったとしても4万円から5万円が自由に使えるタイプの人で、かつその自分の興味があるものに対してお金を払っていくイメージだったので、まあ、例えば私の場合はパンだったので、パン、料理、お菓子、これで3つですよね。これであとお花かなんか習っていくと4つになっていきますのでね。まあそういうこうルーティンをするようなタイプの人か、当然4つも回れるってことは時間もあるっていうことになりますしね。そういう感じの習い事が好きみたいなタイプの人ですね。そういう人が一つターゲットだったり、あとパンならパンが大好きっていう人でも全然構わなくて、その場合にはどういう現象が起きるかっていうと、私は、天然酵母のパン教室はやってたんですけども、手ごねではないです、機械ごね。なので、機械ごねでそちらができるっていうことにメリットを感じる人はそれで来てたんですでしょうし、あと同じ天然酵母でも私は7種類のものを同時に教える教室だったので、1種類だけの天然酵母の教室とうちっていう方もいらっしゃったりした可能性はあると思います。どこそこに行ってるってわざわざ生徒さん言わないですけどね。ただ、そういうところに通ってたとか、通いながらこっちにも来てるとかっていう話とかもたまに聞くこととかもありましたけど、私は何ら全然嫌な気分にはならなかったですね。だってそこに行ってることと自分のとこに来てることっていうのは話が違うからです。現にその人は2つ同時に通ってるわけですよね。まあもしかしたら迷いちゃって、どっちも捨てがたかったから来てたのかもしれないし、行きたかったから多分行ってるはずなんですよね。で、そこでこっちにいつかこのお客さんは取られてしまうかもって考えると、ギスギスした感じになりますけれども、私はその人が決めて行ってるだけなので、何校通うとも別に時間とお金さえあればそれでいいじゃないですかって思ってるタイプだし、こちらの教室がいいからもう私のところは半年終わったらもうこっちに移っちゃったっていうことだったとしても、それをわざわざ報告してくださる方でない限りには、ただ単に辞めたのかこっちが良くて行ったのかまではよくわからないケースがありますので、そこを将来のことを気にしてもしょうがないっていうことです。だから取られるかもしれないとか、だから囲っておかなくちゃって努力すればするほど離れていく形になるんですね。だから
見るべきものはライバルの教室は調査には使うんですけど、張り合うのではなくて、あくまでも自分の個性と特徴に合った人を集め続けるっていうことを地道にやり続けるっていうのが基本いいんですね。ですから例えば今日別件でですね、質問とかがあって、私はすごいこう、例えば、工学の方の講座で教えているようなね、内容とかもこうつい熱く語って、こうブログとかにわーっと書いちゃうこととかあるんです。それはいいことなんでしょうかっていう話を言われたんですけれども、商品設計をですね、物寄りに設計しちゃってると良くないっていう声も当然あると思います。要は物寄りにってことは、それはノウハウだから言ってしまってはいけないとかっていう、そのノウハウ自体に価値を持たせる商品設計をしている場合には当然それはよろしくないんですけれども、私は例えば教室業とか、まあ、私自身もそうなんですけど、サービス業って言われている人は結局誰が何を伝えるのかっていうのと、あとその空間ですねをセットで売る体験を売ってることになるので、ノウハウとかレシピとか、それは真似されすることはできます。伝えることによってできちゃう人はできちゃうかもしれないけど、その空間で、その例えば3倍とか5倍の内容、その座の空気に合わせて喋るその先生の魅力っていうのは、その時ライブで参加しないと無理、体験できないですよね。だから基本的に教室業っていうのは体験を買ってもらってるっていうふうに思うと、ノウハウはもちろんそれなりに価値はあるんでしょうけれども、そこに異常にこう価値をね、非常に求めすぎることはおそらくない状態になるはずなので、その段取りとかね、内容とかがマニュアル的に分かるようなことを仮に書いたとしても、結局それを扱うのはその裏に見えないものとかも実はあったりするじゃないですか。観念的なものとか感覚的なものとか、それはやっぱり先生から直接習うから覚えるとか楽しいとかあるし、あとはそれを一緒に体感するその時間そのものに価値があるっていうことを考えた場合には、先生の個性で結局教室の価値っていうのは決まっていくし、誰がどの教室を選んでいくのかっていうのもそれによって多分決まっていくことになるんですよね。だとするとそんなにこう無理に追いかける必要もないし、囲い込む必要もないし、こちらはいいと思えるものを与え続ける、ないしは提供し続ける、発信し続ける中で、あちらが選んでくるだけのイメージですね。だから奪いに行くことでもないですね、集客は。それが分かるとこう閉塞感とか、焦ってやんなきゃいけない感覚っていうのが多分すごく減ってくる。伝え続けるだけなんですね。で、私の経験値で言うと、SNS の集客でダイレクトに集めるっていうのはその時限りの人は集まるんですけれども、長期的に長くっていうと1回来た後が勝負だったりとかするし、あとはそもそも1回目来るっていうこのきっかけを作っていくのに一番やっぱり有効なのは、長期でその人と信頼構築ができてるかとか、ファン化できてるかとか、こっちの方がむしろ大事だったり しますね。信頼関係がゆっくり構築できる場合、例えば私の場合メルマガとかやってるんですけれども、私の目の前に現れる段で、例えばそうだな、メルマガ2年読んでましたとか、まあ人によってはね3年とか4年後ぐらいに目の前に現れる方とかもいらっしゃるんですけれども、その長期的な時間が長ければ長いほど、まあ、深い信頼関係ずっと読み続けてればですよ、開封しない方とは当然出会うことはできないので、読み続けてくださってるっていうのが前提になるんですけれども、それをやってくださってる限りにおいては強い信頼関係とかが結ばれているので、他と比べるとかっていう状態じゃなくても、行きたいと思った時には、高橋さんのところに行こうっていう指名買いなんですね。だから高橋さんが、実は私の検索って非常に面白くてですね、何をキーワードで私のウェブサイトに来てるかっていうのを検索っていうか Google アナリティクスっていうので見るとですね、高橋孝子が1位なんですよ、私の場合。
だからそれが高橋貴子って漢字でザザッと続いちゃってる場合だと、高橋スペース貴子、これで1位と2位を占めてるんですね。結構なパーセンテージで。となるとどういうことになってるのかっていうと、その教室の集客のもちろんコンサルタントっていう名前で、その項目で検索されてるっていうのもありつつも、高橋貴子という人間を知った上でさらに詳しいのを見たいからホームページに来てるっていう、そういう検索のされ方だから、指名検索ですね。これが実は本当は一番サービスとしては強かったりします。店舗の名前とか、あと自分の名前とかで検索されて人が来るっていう、まあ、店舗よりも本当は人の名前とか顔が見えるようなね、店長のキャラクターが濃かったりすると、その商品そのものとかよりも名前で検索されるっていうのは、もうその人からサービスを買いたい、その人からサービスを受けたいっていう、それの表れになるので。その状態になるとどういうことが起こるのかっていうと、その人が提供するものはその人っていう人に対しての信頼感が強いので、ある意味どんなサービスでも、売れていくっていうのを、以前私のコンサルタントの先生からもう5年くらい前ですかね、聞いて。で、そういう方向をじゃあ目指そうかなと思って、名前を、外にこうよくサービスと名前とセットで出していくようになったのはその頃あたりからです。ですので、私が自分でこだわるのは、高橋貴子のクオリティはどういうクオリティなのかっていうのをブランド統一しなくてはいけないので、ここは妥協しないとか、この判断とこの判断があったらこっちを取るっていう、それがいつも同じ判断になるっていうことに、一貫性を持った形でずっと発信をし続けてるっていうのが、結局高橋貴子のブランドになるので、その発信っていうのは、本音で発信したいと、きれい事で発信してるとほころびが出ちゃうんですよね。今もちろん私これ喋ってるのは、ガチで本音で喋ってるからとうとうと喋るわけなんですけれども、何か嘘をついたり、よく見せようとしたり、こういう自分を無理くり見せようとすると破綻していくし、見てる人とかは、この人あれ前はこう言ってたけど今度こう言っちゃってるよっていうのを人って見抜きます。で、密に3ヶ月ぐらい付き合うとその人の本音が見えるっていう統計データがあるらしいです。っていうことを考えると、例えばメルマガ毎日発信を3ヶ月読み続けた後に、もうその人のその3ヶ月見続けると性質とかが見えてくるから、その3ヶ月の発信の間にこうブレたり、軸がブレたりとかいう内容が出てると、その人は本当のことを言ってないっていうか、本当の自分をさらけ出した状態では発信ができてないということになるので。SNS 疲れになる方っていうのは大概それが原因だったりすることがありますね。よく見せようとか、こういうふうに見られてるからこうしようみたいなの。私が私のクオリティを保つようにしているっていうのと、よく見せようっていうの、これ話違うので、私はクオリティを保つ、自分のクオリティっていうのを保つから、ここはこだわるけどここは手を抜くとかっていうのも当然決めていますので、それが高橋貴子の個性になっていきます。例えば、今日もね、たまたま話題になったんですけど、ネイルですね。これ今日は塗り直して3日目ぐらいだからまだ綺麗です。まだっていう言い方変なんだけど、すごいね、爪かわいいっていうのがこのちっちゃいんですよね。私伸ばせないんですよ。伸ばせないっていうのが効率的な問題です。パソコンガンガンにいじるので、キーボードに当たっちゃうんですよね、爪が長くなると。そうするとミスタッチが多くなるのと、打てる速度が遅くなるんですよ。だから切り揃えておきたいんですね。で、切り揃えると爪がポコロンって剥がれちゃったりとかするから、その剥がれない上手いタイミングで自分の合間を縫ってネイルサロンに行くので、ネイルの手入れができるわけなんですけれども、ただかっこいいのは本当に長い方がかっこいいんです、デザイン的には。だって綺麗じゃないですか、スッとした指先みたいな。でも私はパソコンでの文章を打つ作業の方を優先したい人なので、手の綺麗さはこだわるんだけれども、だから短くなっちゃう、しちゃわないとダメなんですね。
ていう、それがだから高橋孝子のクオリティなんで、綺麗にはするけれども長くできない理由は実務の方を優先するから、パソコンの文字打ちの方を早く打つことの方を私は優先したいから、でも綺麗にしてたいよねっていう、そういう順番でやっています。あと化粧とかも早いです、5分ですから本当は良くないですよ。ちゃんと化粧水もっとゆっくりこうやってなんかね、浸透させてからとか、下地やって何やってとかやんなきゃいけないのは知ってるんですけど、朝もねなかなかに忙しいので、5分ぐらいです、大体。だからなるべく効率よく、しかもこうね、お肌の調子が整うようにっていう化粧水とか乳液とか選んだりとかしてますけど、ことさらにいっぱい塗ってないもあって早いのかもしれませんけど、じゃあそれが写真撮影とかちゃんと記録に残る、こういうイメージで見せるって決めてる時にはちゃんとメイクさん入れてしっかり20分ぐらいかけて顔を作ってもらいますよ。写真用の顔っていうのがあるので、写真用の顔っていうのは写真とかあとライトとかが当たっても飛ばない、割としっかりしたメイクになるので、普段の私から想像できないこうパッチリパッチリした目とか、あとはつけまつげとかもねつけるんでピヨヨンってなったりとかですね、口紅もあんまり普段使わないので濃い色の口紅とかですね、まあそうするとそういうこう写真向きの顔が出来上がるわけなんで、それはそれでインパクトとして見せるときに必要だよねっていうときにはそういう化粧とかもしたりします。だからそのケースバイケースで分けていたりとかもするので、高橋孝子っていう人間をどうプロデュースするかっていうクオリティは保ってますけれども、それはこだわりが一貫してるっていうことです。なので集客っていうことが要は誰かを蹴落とすとか、誰かよりもいい状態で自分のところに来るっていうことの競争ではないっていうことを理解できると、しかもその競争の領域がもう指名買いになってくると比較されなくなってくるんですよね。でその領域になるともう自分の独自の世界観での、集客&制約っていうのができるようになっていくので、人寄りの検索、人寄りの商品構築っていうことをしていく方は強いし、長期にわたって長くお金を払い続けてくれる、ロイヤリティが高い、忠誠心が高いお客様とお付き合いすることができるのが、そのタイプの事業の構築の仕方になります。一方で別に大量にお客様を集めて大量に安く品物をさばいてっていうビジネスを、否定しているわけではありません。それはそれで大事なビジネスモデルだし、むしろ売上を何億とかっていうふうに拡大していくんなら絶対そっちにしなくてはいけないんですね。ただ、個人事業で事業をやっているような教室の先生っていうのは何億稼ぎたいからそれをやってるっていうケースは結構少なくて、自分のやりがいとか生きがいをベースに、かつ人に喜んでもらえること、そして自分が幸福感を感じられること、だから競争心を持ってして教室事業をやる方ってまあ少ないんですけども、競争心で展開すると、あの教室より自分は上になった、検索順位上になったとか、そっちを見ちゃってお客様を見ないことになってしまうので、競争心で教室運営をするのは良くないなっていうので、あまりおすすめをしないですね、私は。ですから離れたところで自分の幸福感で、かつ、ほどほどに良いところの稼ぎ方、少なすぎてもダメです、多すぎてもダメっていう、この感覚をきちんと持てるかどうかと、競争しないっていうことを比べると、競争しないっていう位置にいるっていうことをすると、自分の充足感がねすごく満たされるので、だから世界が広がっていくんですね。だから幸福の尺度をどこに持つかっていうことで、ライバルを尺度に持ってしまうと、ずっとそこと比べる、自分が比べちゃって自分が疲弊して、だから教室廃業する人もいます、いますし、あと SNS 疲れもそこから疲れちゃう、虚像の自分作ってみたりとか、あの人よりももっと私の方が注目されていたいとかっていう、自分のペースでやる分にはね、 SNS ってそんなに疲れないはずなんですよ。私自身は結構どの媒体も長く大体やってますけれども、やった方がいいのは分かりますけど、
あんまり気が乗んないなっていう時には当然やりませんしね。はい、旅行とか行ったらババーっとあげちゃう時とかもあるんですけれども、ただやるべきルーティンとしてきちんと毎日発信をしてお届けする、情報をお届けするっていうこのスタンスは変えていないので、その無理しない自然体でどれだけいられるかっていうのも一つのポイントになると思います。ということで、本日のまとめなんですけれども、まず集客は奪い合い、同業他社との奪いではないということを一つ理解するのが大切であるっていうのと、比較しない自分だけの世界観、要は指名検索されるような状態を作ると、集客っていう概念も外れていくので、勝手に検索をされ、勝手にその自分の理想のお客さんが目の前に現れるっていう状況を作ることができるので、そうすると、苦しいものとかではなく、楽しい人と出会えるっていう、その世界の中で生きていくことができますので、その時間、内容は時間がかかってもゆっくりでもいいから構築していくっていう一歩を踏み出すことが大事ですよということを今日はお伝えしたいと思います。それでは。